You're listening to Shibuya Cross FM.こんにちは。始まりました、渋谷発パーティーズ号原宿行き。皆さんお元気ですか？ありがとうございます。はい、原行きステージ S の磯部杏里です。はい、毎月第2土曜日の15時からここ渋谷クロス FM から生放送でお届けするこの番組、毎回素敵なゲストを迎えて楽しいトークと最高の音楽をお届けしちゃいます。ラジオを聞いてる皆さんもネットで見てくれてる皆さんも、そして今ねスタジオの目の前に お集まりくださった皆さんも、ね、最後までお付き合いください。さあ、ということで早くもこのラジオ3回目ということで、ね、嬉しいですね。はい、私は4月になったということで大学3年生になったんですけど、まあ、昨日履修登録が無事終わって、3年生なのにこんなに授業あるんだみたいなぐらい授業があるんですけど、はい、無事ね3年生になれたということでありがとうございます。はい、ということで、早速なんですけど、リスナーさんからのメールを何通かここで、紹介したいと思います。さあ、まず一つ目、ラジオネームサックスラバーさん、私はこの4月から夢だった保育士になりました。おめでとうございます。4月といえば私のように新たな一歩を進み始めた人もたくさんいると思います。アンリーダーからの応援が欲しいです。よろしくお願いします。さあ、ということで、ね、夢だった保育士さんになったということでおめでとうございます。ね、新たな一歩、進学される方もね、一人暮らし始まるっていう方も就職される方もたくさんいると思うんですけどね。いや、私自身新しい環境っていうのはすごいなんか苦手っていうかなんかストレス感じちゃうんですけど、まあリラックスしてね、力を入れすぎると多分5月ぐらいでしんどくなると思うので、頑張りすぎずね、頑張る何言ってるか分かんないんですけど、はい、夢だった保育士さんになれたということで応援してますので頑張ってください。はい、では次のお便りいきたいと思います。ラジオネームさくらさん、新年度を迎えて何か新しく始めたことはありますか？私はスポーツジムに通う決心をし、まずはスポーツウェアを買いました。完全に形から入るタイプですが続けられるように頑張ります、ということで、ね、お便りありがとうございます。スポーツジムかっこいいですね。私筋トレ体幹、新年度というか最近体幹をするようにしてるんですけど、結構きつくて、きついなって思ってやめちゃいけないんですけどやめちゃうんですよね。筋肉、まあ鍛えます、頑張ります。あとですね、ピアノの弾き語りの練習とかも始めて、まあね、いつね披露できるかっていう感じなんですけど、ね、そのうち披露できたらなと思ってます。はい、では続いていきたいと思います。ラジオネームキリちゃん大好きっ子さん、はい、あんちゃんこんにちは。こんにちは。オールスタンディング、3月21日のエースワンマンライブジョーカーを見に行きました。ありがとうございます。オールスタンディングということで原宿駅前ステージで座って見ている時より一段と盛り上がることができたし、エースとファンが一体となれる楽しいライブでした。次のワンマンライブも楽しみにしています。質問です。平成もそろそろ終わりですが、平成のうちにやり残したなぁと思うことはありますか、ということでですね、やり残したこと、なんかマッサージに行きたいってずっと言ってたんですけど行けてないですね。あとやり残したことは、まあ、そんなにないかな。やり残したこと ないですね。毎日充実してます。ありがとうございます。はい、ということで、ね、ライブ見に来てくださってありがとうございました。はい、ということで今日はなんとパーティーズからふわふわがゲストで来てくれているということで、その前にですね、皆さん1曲聴いていただきたいと思います。私が所属する原行きステージエースで
ロックスター。ロックスターを聞いていただきました、さて原宿の駅前にある原宿駅前ステージ ではですね、毎月月末ですね、原宿駅前パーティーズが、ライブをしているわけなんですけれども、ラジオを聞いている皆さんね、まだ来たことないよって方はぜひ一回来てもらいたいなと思います。さあということでお待たせしました。今日のゲストを紹介しましょう。ふわふわからこのメンバーでーす、はい、自己紹介をお願いします。はい、ふわふわ最年長赤坂瀬奈です。よろしくお願いします。お願いします。はい、18歳横田美雪です。よろしくお願いします。ハミコ。17歳本島リリカです。よろしくお願いします。はい、16歳の金志さなです。よろしくお願いします。ファンの方がこんなに近いのにいるっていうことでね。こんにちは。新鮮ですね。ガラスの先に皆さん。いやもうずっと来たかったんですよ。おお、本当ですか。前回ねふわふわのメンバーに電話したんですけど、そうね。えんちゃんと今日はひなかな。そうなんですよ。はい、今日はね、はい、生出演してもらう。ふわふわ初出演。嬉しい。初。そして初ラジオ。初ラジオ。沖縄に行った時に何回かラジオしてて、ここ東京来てからは初めてです。おお、記念すべき。さあということでね、皆さん、はい、今日は何の日だか知っていますか？知ってますか？出るよこれ。知らないとダメだよこれ。知らないと。はい、今日はですね、私が所属する原木ステージエースと、はい、今日のゲストのふわふわの、はい、なんと記念すべきデビュー日ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。3周年ですね。早い。めちゃめちゃ早いですよ。早い。あっという間ですね。はい、ということでここでですねお便りが届いてるんですけれども、ラジオネームしょうさんからメールをいただいています。あんちゃん、ふわふわの皆さん、こんにちは。こんにちは。毎月楽
楽しく聞いています。ありがとうございます。本日4月13日はハライキステージエースとふわふわのメジャーデビュー記念日ですね。3年前の今日お台場でガンダムに見守られながら握手したことが、つい昨日のことのように思われますね。今だから話せるあんなことやこんなこと、たくさんあると思うのでぜひここでぶっちゃけてください。なんだろう、ありますあります。私ハライキステージエースっていうグループなんですけど、はいはい、初のレコーディング、初めてレコーディングの日ってあるじゃないですか。でその時にメンバーの牧野マリンが初めてのレコーディングなのにもう喉ガラガラに枯れてたんですよ。それでその日は先輩のマックスさんの曲をレコーディングするっていう日で、でもうおはようございますみたいな感じで最初から枯れてて、で初レコーディングだからなんかスタッフさんももともとその声なのか風邪なのか分かんなくて、この子はもともとこの声なのみたいになってて、違います違いますってなって、どうしますかみたいになって、うんうん、レコーディング一応しますかみたいになって、うんうん、で一応初めてのレコーディングなんでお願いしますって言って、うんうん、じゃあ一応撮りましょうって、もうマリンちゃんが歌ったんだけど、うんうん、もうラララララみたいな感じで声になってなくて、ね、使えないだろみたいな、うん、でもそれがねもう初めてのレコーディングの思い出、そう全然声を多分素材取れず終わったっていう感じ。じゃあみんなは何かあります？ふわふわといったらやっぱ最初の頃はよくみんなで反省会を、はい、反省会してたんですけど、絶対誰か泣いてたよね。泣いてた泣いてた。ふわふわ仲良し多いよね。ふわふわ縁になってさ、みんなで縁になって反省会してて、すごいなんか誰かが泣いてるっていうイメージ。絶対泣いてる、ね、必ず一人泣くよね。泣いてる、あと怒られるから怒られる、怒られてたの覚えてる。でもね、今すっかりねもうみんなで意見を、うん、あまたしゃべって、うん、まとまりました。そうね、なんかもう昔とかさ、もう楽屋ガチャって入ったらふわふわ縁になって誰かも結構遠藤さんまたやってる。遠藤が遠藤今でも泣くかもしれない。あ、遠藤はね、よく泣く。遠藤はすぐ泣いてる。はい、はい、ということで今日はね嬉しいですね。はい、ね、めっちゃ早いってことで、はい、ということで、そこでですね、ここでふわふわの、うん、はい、デビュー曲を聴いていただきたいなと思います。この曲はふわふわとハライキステージエース両演面の、ね、はい、両演面でデビューしたのでデビュー曲になっていますので、皆さん、はい、曲振りの方お願いします。はい、それでは聴いてください。ふわふわのデビュー曲でふわふわシュガーラブ。
ふわふわシュガーラブを聞いていただきました。さあ改めてねちょっとふわふわについて聞きたいなって思うんですけど、はい、ふわふわって一言で言うとどんなグループですか？せーの、うるさい。うるさい。個性が強いって言われた。った10人といろ、10人といろ。明るくて元気だから、明るくて元気、なんかいるだけでそう笑顔になれる。あざとい子もいる。本当にいろんな、あざといのは横田美です。あと小春しならへんもあざとい。さなはうるさい、うるさい、うるさい。元気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 すごいもん。多分うるさいけど、ちょっとマイクに喋ってる。いるだけで笑顔になれるコツが。いや今日ね、じゃあデビュー記念日ってことで、まあデビューして今日まで振り返るとどうでしたか？なんか変わったこととか。本当あっという間だったなっていう。なんかほぼ毎日メンバーと一緒にいるんですけど、全然飽きないというか。飽きないし、なんかもう日を追うごとになんか、あー家族みたいって。なんか家族より多分一緒にいる。そう、だから今まで毎週末公演あったのが、はい、今は月末だけとかになるとなんか恋しくなっちゃって。あ、メンバーが。たまに桜並木お風呂で聞いて号泣してますもん。それはなんかやばい。はい、ふわふわが恋しいの。メンタルが大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫ですか？全然大丈夫ですか？よかった、よかった。ということで、うん、まあ、ここでね、またお便りが続いてますので読みたいと思います。ラジオネーム牛丼屋のグッチョンさん。グッチョンさん、皆さんこんにちは。こんにちは。私は最近初めてふわふわのリリースイベントに参加したものです。ありがとうございます。とても楽しかったです。さて新年度も始まり4月も上旬が終わりましたが、皆さんは今年度何か新しくチャレンジしてみたいことはありますか？かっこ赤坂さんは得るものモノマネをしながらお願いします。ちょっと待って、さなちゃんから。こっちから順番に。私はずっとあの前からもうずっと去年くらいからずっと挑戦してみたいことあったんですけど、はい、バンジージャンプやりたいよ。出た出た、これ言ったらやらなきゃいけないからよ。あ、やりたい。怖いけど、うん、でもなんか挑戦してみたい、一回は味わってみたいっていうのがあって、はいはいはい、バンジージャンプね、やりたいです。怖くない？多分直前で多分高いの苦手なんですよ、うんうん、苦手なんだ、苦手なんですけど、うん、でもやってみたいっていう。あ、そうなんだ。意外と怖いの大丈夫だと思います。頑張ります。強い。やりたい。りかちゃんは、私はラーメン大好きなんで、はい、毎年行ってるんですけど、はい、蒙古タンメン中本の北極をいつか食べてみたいなとは思って。でも辛いの苦手なんで、なんか蒙古タンメン中本さんの普通のラーメンでも結構辛いって思うぐらい辛いの苦手なんで、美味しいよ。めっちゃ美味しい。やばいな、私辛いの得意ですよ。じゃあ、あすちゃん一緒に行きましょう。あ、一緒に行きます。いいですよ。はい、じゃあみゆきちゃん、チャレンジしたいことありますか？はい、私はサウナに挑戦してみます。サウナって入ったことなくて。ないの？なんか1回だけ入ってすぐ出てきちゃうの。暑くて。そう、でも最近岩盤浴にハマってきて、それはいけるのでサウナもちょっと挑戦してみます。あ、でも似てるってかね、ほぼ。でもなんか暑くない？サウナの方が暑くない？サウナの方が暑いの？暑いよね。そうなの？そんな気がする。だからサウナに挑戦してみようかなって思って。おー、大人なんだ。サウナに挑戦したいって今、うん、みゆきちゃん言って、うん、サウナって言った時可愛いってさなちゃん言ったけど、別にサウナは可愛くない。なんかみゆきが言うから可愛いっていう。あ、はい、はい、ね、OKOK。ございます。さあ、ではせなちゃん、得るもの。ちょっと待って、なんかみんな超結構真面目。だから絶対初めてじゃないですよね、この方の。めっちゃ知ってるから、初めてリリーブ行きましたって。はい、得るものものまねしながらお願いします。はい、 M でよ。ね、ビールの売り子さんやってみたい。ビールの売り子さん。あ、そう、やってた。絶対売れる。もう一回稼ぐところにもらいに行く。絶対買うもん、うん、でもなんかね、ちょっとね、やってみたいっていう理想はあるんですけど、うん、はい、まあ、現実問題、なんか現実問題、なんかやるってなったら私はパラグライダーやってみたいんですよ。パラグライダーって何？あの、なんか高いところから、うん、こうなんか飛ぶ、なんかすごい語彙力な、飛行機からは、そうそう、なんか飛ぶやつのインストラクターさんついて、それをめっちゃやってみたくて。途中から全然エルモじゃないんだよね。ちょっとね、なかなか息継ぎがきつい年頃。あんちゃん、あんちゃんはないですか？チャレンジですか？うん、聞いた。チャレンジ、なんだろう、
全然考えちゃってない。いやでもまずこのラジオがチャレンジなんですよ、新しい新年度じゃないけどまだ勉強中ってことで、ね、頑張りたいなと思います。さあ、はい、次いきたいと思います。はい、ラジオネームごめんなさい、ラジオネームみーさん。1月からスタートしたふわふわの新曲ビバラッキー4のリリースイベントお疲れ様でした。ありがとうございます, います、個人的にビバもカップリングのシャンシャンシャボン玉も、うん、振り付け楽曲ともに大好きで、うん、一緒に踊っていてとても楽しい気持ちになるのですが、うん、振り入れの際の裏話等がありましたらぜひとも教えていただきたいです。振り入れ、あるよあるよ、振り入れ、何、いや思い出せない、振り入れって。でも一気に全部もう1曲その日にバーその日に1曲全部、うん、誰が振り覚え早いとかありますか。サナとかサナミユキじゃない、すごい、ハートハル、ダンスがね、得意だからね、早いですね。セナちゃんは超遅い、超遅いだからいつもこうわざと、はいはい、なんかそうサナとかの近くに行って、はい、ちょっと前に行ってもらってこうやってるこうやって振り合って、確かに、あんま前に行って踊らないよね、確かに、みんな後ろ目で、まずはやっぱちゃんと入れなきゃっていうのがあるの、隠れてる、上手い人に隠れ、そうこっそり、あのどうやってやるの教えてって来るね、かわいい。サナ、ビバのあの最初のV の字から交差するのがすごい大変だった覚えがある。大変だった。ぶつかるし、見えないし、から大変で、あと番号とかもちゃんと決まってるから、それをちゃんとやるのも大変だった。何回もやり直した覚えがある。ね、じゃあそれ踏まえてもう一回ビバ見ますわ。はい。さあ、では続いていきたいと思います。ラジオネームザッキーさん。ふわふわの元島リリカさんに質問です。はい、リリちゃんといえばラーメン大好き、元島リリカのハッシュタグで有名ですが、ありがとうございます、メインパーソナリティの磯部あんりさんをイメージしたラーメンを作るとするとどんなラーメンになりますか。スープの味、麺の太さ、トッピングを具体的にお願いします。結構いきますね、はい、ね、あんちゃんはやっぱ、はい、あの原行きステージエースの中でも、うん、緑がイメージカラーなんで、確かにですね、やっぱグリーンカレーのラーメン、グリーンカレー、あるんですよ。あるの？美味しいんです。食べたことないけど、すごい美味しいって有名で、だからそのグリーンカレーのラーメンに、うん、あんちゃんは細いから、うん、麺が細めのストレート麺に、ストレート麺、そう、あとメンマも細めに切ってもらってたくさん持ってもらって、ネギも白髪ネギと青ネギの2種類を入れてもらって、あ、ネギ大盛り、あんちゃんネギ大好きだから、ネギ、ネギ多めの本当に真緑みたいなラーメンを作りたい。じゃあもう完成したら全部真緑、そう、緑、めっちゃ緑、ね、あんちゃんラーメンだ、美味しいですかね、それ美味しいよ、美味しいかな、美味しいと思う。グリーンカレーのはね、辛いけど、うん、辛いの好きだから絶対おすすめ、ちょっと食べてみたい、初めて聞いた、うん、あるんだね、あるの、いつかじゃあ原宿駅前カフェでコラボ化していただいて、めっちゃいける、磯部あんりラーメンあるですね、食べてみたい、はい、最後ですね、次が、はい、ラジオネームつよぽんさん、みゆきちゃん、こんにちは、こんにちは、はい、人気 TikToker であるみゆきちゃんですが、 TikTok をやって一番嬉しかったこと、逆に大変だったことを教えてください。あ、そうそう、ね、一番大変だったことは、うん、大変だ、違うよ、一番嬉しかったことが一番嬉しかったこと、嬉しかったことは、なんかこの間までイベントをやってたんですけど、はい、ビバラッキー4の、うんうん、その時に握手会でなんか TikTok 見て来ましたって言われて、めっちゃ嬉しいなって思って、うん、TikTok ありがとうございますって思って、ね、すごい流行ってますもんね、 TikTok やってる人が多いんで、結構見てくれる人が多くて、同年代が結構多いんで、そう、結構10代、そう、多い、え、せなちゃんやってますか TikTok やってないです。使い方がそもそもわからなくて、使い方がわからなくて、ただ音楽を流してそれに対して動画を踊ったりとか、自分で口パクして、それが難しいんだよ、ね、え、簡単、ゆっくりできそう、ゆっくりできそう、何回やらせてもらったんですよ、えんちゃんの携帯で、やってるよね、ゆっくりしてもできない、なんか逆にゆっくり撮るのが難しいみたいな、そう、なんか全てが難しい、なんかやっぱこのお三方、はい、すごいプロなので、ね、TikTok のみゆきがすごいもうバズってて、みゆきが一番伸びてるよね、あ、そうなの、うん、すごいバズる、前田載せたやつも運が良ければバズるんですよ、そうなんです、バズり出すと、もうすごい、もう通知がすごくて、コメントもすごくて、フォローしてない
方にもなんか見れるよう、ね、にすごいおすすめっていうの欄に載るんで、そこで TikTok 講座みたいな研修受けに来たお年寄りみたいな、そうね、あんちゃんじゃちょっと一緒に始めて、うん、やってみてくださいよ、いいと思う大変になるでしょねはい、ということでね、はいはい、一部しか紹介できなかったんですけど、皆さんね、はい、メールの方たくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、ここでふわふわの春のね、季節の曲といえばね、はい、あの曲があると思うので、はい、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。ふわふわで桜並木。今日もこのコーナーをやりたいと思います。ふわふわの解体新書。イエーイ。さあ、このね、黒いボックスにたくさんね、質問ややってほしいことなどが入っているんですけど、あのリスナーの方からの質問も入ってますのでね、答えてほしいなと思います。はい、一人ずつ取り出して、あの答えたくない場合はパスが使えるんですけど、はい、パスしたらその分だけモノマネを披露する、モノマネっていうのがあるので、まあね、じゃあどうしようかな。さなちゃんから引いていきますか。はい、はい、わー怖いな、なんか、すごいからね、なんかいっぱい入ってんだけど。そう、いっぱい入ってる。もうね、はい、思った以上に入ってる。これもう開いていい？いいよ、いいよ。とっても素敵な男の子が転校してきました、はい、彼のために手作りお弁当を作ってきたあなた、さあ、うん、可愛く渡してください。中身は何かも入れてください。おー、一発目からすごい、キュンキュン、本当に絶対でしょ。待って、好きな素敵な男の子が転校してきて、彼のために手作りお弁当を作ってきた私、サナが作ってきたね。そう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 、で可愛く渡す。中身も教えて。さあ、ではね、中身どうしよっかな。さなちゃんの素敵なお弁当を渡す時のセリフまで、3、2、1。今日は君だけのために料理苦手なさなが一晩かけて一晩料理苦手なんですよ一晩かけて愛情いっぱい溜めて入れて作ってきました。食べて、愛情たっぷりハンバーグだよ。かわいい、かわいい、本当に私料理できないんですよ。一晩かけてだから一晩かけてすごいもう愛情で、もうなんて言うんだろう、ごまかして愛情たっぷりのハンバーグ、愛情たっぷりのハンバーグ食べたい。で、今日はなんかこのiPad の恥ずかしい、カメラが登場してなんか近いんですよね。はい、
ということで次リリカちゃん、はい、弾きまーす。弾いてください。じゃじゃん、ガサゴソガサゴソ。お、はい、いいよ。なんで大好きな彼を誘って2人だけで花見へ、そして夕暮れの帰り道、帰り際にもう一度会いたくなる言葉をお願いします。いいじゃないですか。燃えゼリフ多いですね。なんでこの燃えゼリフ続くの。花見ってもう今もう今の季節だから確かにね、これ聞きたいわ。 OK です。はい、じゃあお願いします。リリカちゃんの燃えゼリフどうぞ。3、2、1。お花見楽しかったね。もう暗くなっちゃったからさ、二人きりで夜桜見に行かない？恥ずかしいです。カメラ近くなってるからなんかすごいもうリアル、もうリアル彼女感、緊張するね、リリカ。いやもうやだ、いいですね。そういうのはみゆきに話しちゃう。萌えキュンしか入ってない気がする。もういやそんなことないよ、そんなことないよ多分。いいですか、弾いて。うん、どうぞ。何が出るかな。なんだ。やった。はい、はい、早口言葉です。3回一気に言ってください。言えなかったら、え、言えなかったら罰ゲームじゃん。言えなかったら罰ゲーム。モノマネですね。そうだよ、モノマネ。じゃあみゆきちゃんの早口言葉いきたいと思います。どうぞ。3、2、1。すもも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 のうち、すもももももものうち、すもも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 のうち。できてた？できてた？できてない？できてない？みんな首かしげてる。あ、みんな首かしげてる。やだ。できてない。ということで罰ゲーム。イエーイ、やったー。モノマネですね。モノマネ。モノマネなの？うん、みゆきちゃんのモノマネ。モノマネか。あります？モノマネ。いける？いけるかな。ある、あるべ。モノマネいつも何やってる。え、分かんない。なんだろう、みーちゃんがよくやってるモノマネあれじゃない。あ、じゃあ次の、うん、あの私まで行って最後やってもらえる。考えといてください、ね、じゃあこの iPad のカメラを近く、うん、ここで待って、セナちゃんだよ。セナが持ってあげるよ。セナちゃんですよ、次こっちから。はい、じゃあセナちゃんが弾いてくれます。何が出るかな、何が出るかな。赤坂もうダメ、ダメでしょ、ダメでしょ、ダメでしょ、赤坂ダメ。あ、いいよ。何いいよ、いいよ。はい、読んでください、早く早く、カメラに向かってキス顔を。キス顔、あ、これ当てなくてよかったわ。セナちゃんキス顔です。それは待ってたよ、赤坂。あ、そのためのもうこの iPad のカメラですね、これはもう。さあ、では可愛い、でも可愛い、可愛い。セナちゃんにキス顔を披露してもらいたいと思います。どうぞ。3、2、1。キス顔。あー、かわいい、かわいい。もう今配信見てた方はもうね、もう画面の前でなんかもう一回とか言ってるんですけど、ダメって言われてるよ。これ多分投げキスだと思ってる。ダメキスだから。あ、キス顔じゃないとダメ。もう本当に、あ、もう本当にガチの中心だ。もうなんかドラマに出てくるみたいな、もうこんなやつ。じゃあちょっとセナちゃんのラジオでやることじゃない。パスできますよ、パス。あ、パス、パス。じゃあ後でモノマネ2人やりますからね。はい、だからか、ラストはあんちゃん、ね。はい、何が出るかな、何が出るかな、ダダ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 ダ大声で叫んでください。困るやつや。出た、困るやつ、困るやつ。どうしようかな。何でも構いませんって、ね、何でも構いませんだって。何でも構いません。ここあんちゃんさぞかし素敵な言葉を言って締めてくれる。おお、期待だ。ハードル上げるね。怖いな。じゃあね、なんて叫ぼうかな本当に。え、私の海への叫びまで3、2、1。みんな、横たみにだけ優しすぎんだよ。
まあ確かに確かに、これあのファンの方への、一言ですね。あれだ、確かに、うん、そうかもしんない。そうだよな、なんかのファンの方ってみゆきちゃんにすごい優しい気がする。そうみゆちゃん甘い甘い確かに甘い、なんかみんなありがとう、可愛いなる、可愛いんだよ、可愛いんだけど、私一番思ったのがあのファッションショーランウェイあった時に、お題行った後絶対みゆきが言うとフォーってなっちゃうよ。そう、ね、それめっちゃ思ってた、いいなって。ライブの時のねお題ね、もう何言っても盛り上がりますから、みゆきちゃんの場合はもうみんな大、私のこと大好きなんで。おーってなるけど、めちゃめちゃ愚痴止まらないじゃないですか。それもうマジみゆきになりたいと思ってたから。今ここでね、まさかの告白ということで、みゆきちゃんになりたいと思ってたらしいです。すみません、なんか私だけ。ということで、じゃあ、二人の。あ、モノマネネタ決まりましたよ、私。決まった？何やるんですか？あの、カタツムリ、なんか、教育番組かカタツムリのジャム、分かれば知ってます。え、なんかお家がついてるやつ、ね、そう、カタツムリの背中にお家ついてるやつ、お家ついてる、分かりますか、分かりますか、分かりますか、人もいるし分かんない人もいる、 NHK でしょ、 NHK、 ね、分かる分かる、それとそのなんか歌ってる歌、あの、うん、かわいい声の、分かる分かる分かる、分かんない、かわいい、分かる、うん、かわいい歌、声、はい、声のモノマネをします。かわいい、絶対かわいい、それみゆきちゃんのモノマネお願いします。あ、3、あ、3、2、1、犬は犬であるように。終わりでーす。でも似てる、さ、分かるから、分かる、そうですね、こんな感じ、知ってる人は本当に似てる、似てる、え、やっぱ優しいよ、みんな優しい、似てた、似てる、あ、本当に似てる、やさー、似てる、ありがとうございます。じゃあ最後、せなちゃんの、ごめんなさい、せなちゃんのモノマネで締めて曲に行きたいと思います。お、はい、何がいいかな、今から考えてないの、考えてない、エルモは私、エルモは私ね、もうやったからね、せなちゃんのモノマネお願いします。いきます、クレヨンしんちゃんのひまわり。3日ない感じですね。あ、3日、はい、ないです、はい、もうないです。だってだってや終わり、はい、では、以上、解体新書のコーナーでした。イエーイ。はい、だいぶね、この4人のキャラ知っていただけたと思います。それではね、次、ふわふわで聞いていただきたいと思うので、みゆきちゃん、はい、紹介お願いします。それでは聞いてください、ふわふわでシャンシャンシャボン玉。
ーファーでシャンシャンシャボン玉を聞いていただきました。なんとですね、皆さん解体新書もう一周やってくださいということで、ちょっと時間ないんで一気に引きましょう、うん、みんな、うん、もうみんなでバッて引こう。 OK です。じゃあこれもう迷わない、これ、はい、あーなんか2個出てきちゃった、ねね、はい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 、これどうぞどうぞ。見たくない、見るのがやだ。引きましたね。じゃあさなちゃんから、あ待って待って、ちょっと待って、発表してもらいたいと思います。次こっちからやらない、こっちからやらない。え、何、あ、私から、あんちゃんからやる、あんちゃんから。いいよいいよ、じゃあ私から。見ちゃった。オーディションであなたがヒロインに決定。おお、さあ何というタイトルの映画、どんな内容難しいこれ、ね、うん、ヒロインね、ヒロインね。じゃあ私がねヒロインに決定したということで、はい、何というタイトルの映画、どんな内容っていうの発表したいと思います。はい、いきます。 3、2、1。磯部リーダー辞めるってよ。あの、私ハライチステージのリーダーやってるんですけど、まあそのなんでねリーダー辞めることになったのかとか、そういう、はい、まあ、メンバーと何かがあったのか、気になる、そういうね、揉めたりしてるのか、そういう映画ねやりたいなと思います。面白そう、面白そう、めちゃ見たい、行きましょう。めちゃめちゃ見たい。さなちゃん、私原宿駅前パーティーズで一番頼れるなと思う人は誰？はい、おー、結構真面目な質問。いい、え？じゃあね、さなちゃんがパーティーズで一番頼れるなと思ってる人発表してもらいたいと思います。3、2、1。あんちゃんです。イエーイ。これはやっぱり安心した。そうだよね、よかったよかった。なんちゃんで今なんか半分言わせたみたいなとこあったんですけど、もう最初から自信満々にやりました。じゃあね、一応パーティーズの全体のリーダーもということで ね、 本当に私より本当しっかりしてますよ、あんちゃんは。まあセナちゃんよりはしっかりしてると思う。そうそうそう、今日だけで3回くらい携帯ないって探すの。確かにめっちゃ探さないで、そういうも最近物忘れがなんかおかしいんです。おかしい。はい、じゃあ次、はい、横民、はい、行きたいと思います。いますね、はい。クラス替えで大好きな男の子と一緒のクラスに彼の気を引く自己紹介を可愛くお願いします。来たよ、自己紹介でしょ。得意ですよねこういうの。うん、まあ、あ、強気です。はい、それでは彼の気を引く自己紹介どうぞ。3、2、1。こんにちは、横田美雪です。あなたのために毎日お弁当作ってくるのでよろしくお願いします。かわいい、こういう子欲しいわ、クラスに欲しいわ、欲しいわ。これはもう注目の的だわ、うん、やった、ありがとうございます。ということで続いてリリカちゃん、はい、お願いします。無人島にふわふわのメンバーを一人だけ連れていきます。さあ誰を連れていく、どうして、おどうして、お無人島ね。無人島、うんうんうん、ふわふわで、違う違う違う、やめてやめて、怖い、圧が怖い、圧が怖い。じゃあ誰を連れていくか、はい、お願いします。3、2、1。迷うんですけど平塚ひなです。あ、やっぱりね、ね、大好きだよね。理由は、ひなのはやっぱ大好きだし、私、あ、個人的に個人的に好きだし、その一緒にいて癒されるし、うん、どんな辛いことでも二人がいれば乗り越えられる、うん、どうしたどうした、名言出ましたね。ひながいれば、そう、ひながいれば無人島でも乗り越えられる、そう、辛くても大丈夫、ひなのためなら頑張る。あ、わかりました、ありがとうございます。さあということで最後、はい、さなちゃん、いや、やばかった、読んでください。どうぞどうぞ。はい、大好きな男の子と念願の初デート、でも彼のチャックが全開。さあなんていう、いや、これはね教えてあげるのかどうなのか、はいね、ということで、はい、彼のチャックが開いてきた、開いていた時の、開いてきた、そこと思って、お願いします。3、2、1。未来の扉全開だよ、さらにはまだ早い。大爆笑ですよ皆さん。でも本当に、さな
にはまだ早い。早い。私子供なんで。まだチャックの中。そうだね。開けちゃダメ。でも私修学旅行の時に、はい、あのバナナボートをみんなで乗ったんですけど、うん、そのバナナボートを運転してくる人が開いてたのを 見ちゃって、うん、みんなで、いや、くすくす笑って終わった。いやいや、一番それ傷つくから教えてくれないで笑われてるっていう。いその人とも初対面だから。まあね、いきなりチャック開いてるよなんて言えないですね。そうね、ただクスクス笑ってた。やばい。中学生の時あります。はい。ということでね、以上ね、解体新書のコーナーでしたけど、いや皆さん今日はどうでした？楽しかった。った。また呼んでください。なんかさなちゃんがバテバテなんですけど。本当にもう恥ずかしい。ね, ねはい。ということでね、私たち。はい、原宿駅前パーティーズの告知が、はいはい、ライブの告知が、あります。ゴールデンウィークの5月4日土曜日にですね、私たち原宿駅前パーティーズのライブがあるんですけどね。はい、はいはい、渋谷ストリームホールで14時と17時の2回行います。出演チームは私たちふわふわ、原駅ステージエース、原宿駅前フレッシュ、ライク、そしてガールズバンドのプルメリアの5チームです。おー、豪華ですね。豪華ですよ。ということで、みんなでやるのは夏以来かな、去年の、はい、夏以来ですね。いや、どんなライブいやなるかな。ワクワクですね。楽しみ。もうちょくちょくね、リハとかされる。そう、今日もね、ありますよね。ありますね。しかも原宿を飛び出せる。そうなんです。渋谷でね。うん、賑やかですね。今回だけのスペシャルチームが見れたり、そうなのかな。曲をやっちゃったりとかね、なる楽しみがいっぱいあるので、皆さんぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います。はい、チケットのね、申し込みの方なんですけど、はい、まあ、ホームページをご確認いただくと、まあ、詳細があるのでね、はい、見ていただきたいなと思います。そして、はい、あのハッシュタグが決まった。あ、そうなんです。ハッシュタグ、そうなの。はい、今日決まりました。今日さっき決まったんです。そうなの。そうなの。ハッシュタグ、令和パーティーズ。令和入れてきましたよ。令和をどこにでも入れようとする。令和パーティー、この精神好きですよ、私も。平和だもんね。そうそうね、ライブのね、タイトルが平平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 、令和元年、あ、平平パーティーズと一緒に令和元年っていうタイトルのライブなんですけど、でハッシュタグは令和パーティーズ。もうとことん令和入れてください。つけてください、たくさん。はい、はい、ということでね、今一般の申し込みチケットしてますので、はい、うん、はい、ぜひぜひ興味持ってくれた方来てくれたらなと思います。お願いします。はい、それではね、最後にふわふわの曲を聴きながら、ね、お別れしたいと思います。次回は5月11日土曜日の、15時からです。次回も皆さん絶対見てください。それでは最後、じゃあみんなで曲紹介いきますか。はい、はい、せーの、それでは聴いてください。ふわふわ7枚目シングルで、ビバラッキー4。